皆さんおはようございます。キープディスタンス滝野チャンネルの滝野です。今日は8月の13日金曜日ですね。お盆になりましてですね、盆の入りですね。今日から3日間お休みという方も多いんではないかと思います。ご家族と一緒にのんびり過ごせる時間いいですね。お墓参りとかですね、お仏壇のいろいろ世話とかあるかと思いますけれども、ゆっくり時間を過ごせる方は過ごされたら本当にいいかなと思います。私ね、お墓参りに帰りたいんですけどね、本当になかなか最近休みがなくて、ただ休みがないって言っててもね、本当休みずっとないので永遠に、来年かどっかではちょっと休みを取って、実家の長崎に帰りたいと思いますけどもね。ということでですね、毎年この時期、お盆の帰省ラッシュ、それから U ターンラッシュの中でなかなか、減ることがないですけども、悲惨な交通事故、交通事故だけじゃないですけどね、悲惨な事故多いですよね。我々やっぱ車で移動することも多いわけですから、できる限りこの事故には巻き込まれないようにしたいものだと思います。なので、これから3日なり5日なり、そのお盆の期間というのは皆さん、なんて言うんでしょうね、渋滞に巻き込まれたりとかですね、いろんなちょっと通常とはまた違う環境の、運転をしなくてはいけないというか、切り替えみたいなものが必要になるのかもしれないですね。できる限りその事故に巻き込まれないっていう運転をされた方がいいと思います。今週もね、驚いたニュースは名神でしたっけ、名神、首都高のバイクの逆走の動画見ましたけど、あれはねちょっとレアケースだとは思うんですけれども、レアケースというのは何らかの意思を持って逆走した感がありましたよね、あれはね。ただちょっともう本当に、皆さんコメントしているようにあれマッドマックス1のラストシーンですよね。ちょっとああいうこともあるとですね、追い越し車線をずっと走るなってなおさら思いますよね。通常は追い越しもしくは環境のその、なんて言うんでしょう、道路状況からこう離脱するために追い越し車線を使って、でそれが済んだら速やかに走行車線戻りましょうねっていう、その全体のルールみたいな話で、追い越し車線をずっと走るなみたいに、言ってるわけなんですけれども、自分を見よう、まさかねミサイルのようにバイクが突っ込んでくるなんてトレーラーも思わなかったでしょうけど、たまたまかもしれませんけども、高速道路の3車線かな、あるところの追い越し車線を第3車線を大型トレーラーが走ってたっていうのもまたちょっとね、本人は多分結構悔やんでいるんじゃないかなと思いますね。ちょっと精神的なショックも大きいでしょうしね、決してトレーラーが悪いわけではないですけれどもね、トレーラーって第三車線走っちゃダメなんですよね、確かね。違ってたらごめんなさいですけど、ということでやっぱりね、巻き込まれないための先読みの運転っていうのは特にこのお盆のシーズンは、しておかれた方がいいかなと思いますね。いやもう本当ね、想像できない運転する車多いですよ。車に限らずバイクも歩行者も自転車も、自転車はねある意味皆さんが気をつけているのが自転車ですから、自転車はある程度とんでもない動きをするってある程度皆さん予測して走ってますよね。でバイクはですね、私もバイク乗りですけれども、もうやっぱり今バイクのマナーは地に落ちてると思いますね。きちんと走られている方とそうじゃない方の差というのが、大変大きいですし、そうじゃない方の方がやはり大多数を占めているのは事実だと思いますね。ですので、この時期バイクもですねやっぱり数が多くなってくると思います。バイクもですね、車とバイクが事故ってしまうとバイクの方がやっぱ怪我が大きくなってしまいますからね。バイクに怪我をさせないということは自分も事故に巻き込まれないということですから、バイクに近寄るなって言ったって向こうからガンガン寄ってきますからね。ですから常にそのバイクが入ってくるというのをやっぱり想定しておかないと巻き込まれてしまう、バイクの自爆事故に巻き込まれて、自爆じゃありませんけど、
まれてしまうというようなことになると思いますね。自転車、バイク、歩行者も最近とんでもないですからね。最近なんか駐車が一発でできない認知症というかですね、運転がだんだん最近下手になってきているんですよね。まあ年とともにそうなっていくんでしょうね。はい、ということでですね、皆さんお盆の時期、必ず毎日のようにニュースで悲惨な事故が出てますよね。移動される方はくれぐれも、変な車、変なバイク、変な自転車、変な歩行者をいかに先読むかっていう風なのを楽しみながらですね、もう巻き込まれないように、事故に巻き込まれないようにして、どうぞ良い、お盆をお過ごしくださいね。私も今日明日はまだ仕事ですが、お休みのお客様が多いので、件数的にはちょっと楽かなというところです。その分ちょっと道路の事情はね、道が空いてるような空いてないような、やっぱちょっと変な動きなので気をつけたいと思います。はい、ということで、これからお盆入りますよね。皆さん本当にお盆の事故気をつけてください。ですね、天候もこの調子で西日本特にこれから雨で、ちょっと状況悪くなるかと思います。雨自身もやっぱりちょっと気をつけていただきたいと思うんですけれども、雨降るとやっぱ運転ね、視界がどうしても狭くなってしまいますので、運転も、やりにくいですし、雨のために車やバイクも突拍子もない動きをしてしまったり、人や自転車もちょっといつもならそういう行動をしない動きをしたりとっていうこともありますからね。その辺も先読みで、対処、されてください。はい、ということで、今日はですね、お盆の事故には気をつけましょうねっていうお話でした。はい、ということでまた次の動画でお会いいたしましょう。キープディスタンス、滝のチャンネルの滝野でした。バイバーイ。